ピーター・バーローピーター・バーローは、イギリスの数学者、物理学者、技術者である。電磁器の分野で初期のモーターとバーローレンズを発明したことなどで知られる。バーローのモーター・イングランド東部のノリッジ生まれ。1801年から1847年まで、イギリス、ウーリッジの王立陸軍士官学校で働いた。1704年から1841年の、 アイダロンドンで発行されていた女性歴に数学の記事を寄稿し、数学の著書を執筆した。1814年に出版された英乳マセマティカルフィロソフィカルディクショナリーには、1から1万までの整数の平方根、立方根のなどの表が付けられ、バーロー表と呼ばれることになり、コンピューターが普及する1960年代まで再刊された。 またエンサイクロペディアメトロポリタナの多くの記事を寄稿した。天文学の分野では工学者のジョージ・ドロンドと共同で色消しレンズとしてレンズの間に無色の液体を満たす方法を発明した。1823年に王立協会の会員に選ばれ2年後、船舶のコンパスが鉄の構造物の影響を受けるのを防ぐ方法の 開発でコプリメダルを受賞した。電磁気学の実験を行い、サミュエル・ハンター・クリスティと協力し、バーロー・ホイールと呼ばれる初期のモーターを発明した。蒸気機関車にも興味を持ち、1836年、1839年、1842年、1845年に鉄道委員会の委員となり、1840年代に 新たに付設された鉄道を視察し、調査を行った。材料強度の理論にも貢献し、王立陸軍士官学校で実験したデータを含む、エッセイオンザ・ストレングスアンドストレス・オブ・ティンバーなどの著書を書いた。バーローの没後は後に、有名な土木技術者となる二人の息子が、改訂版を出版した。ありがとうございます。